HSBC ホールディングスは、イギリス、ロンドン、カナリーワーフに本社を置き、商業銀行を主体とする世界最大級のメガバンクである。1865年に香港で創設された香港上海銀行を母体として1991年に設立された。前進から引き続き東洋におけるカストディサービスを担っている。2016年現在、 HSBC のキャッシュマネジメントは最も人気がある。これは、束の間だけ、マネーマーケットファンドへ投資できるという商品である。HSBC のイギリス部門が収益源に占める、比率は20%であり、最大の収益源は22%の香港部門である。HSBC の事業部門は、商業銀行、投資銀行、リテール銀行、 グローバルプライベートバンキングの4つである。2017年9月2日現在の主要株主では、主位に、ケネス・フィッシャーのフィッシャーアーセットマネジメント、2位に、デビット・ブースの投資顧問会社、それらに比べて保有株数が1、3以下の規模で、カナダロイヤル銀行、バンカメ、各種ミューチャルファンドが存在している。ブースは、ウェルズ・ファーゴで、インデックスファンドを草分けてから、 1981年に DEAF を立ち上げた。旧香港上海銀行上海支店ビル1866年に香港上海銀行を横浜に開設して以来、日本では最も長い歴史を持つ外資系銀行である。東京と大阪に支店を置き、事業法人を対象とした業務を行っているが、個人相手の業務からは撤退している。 宝玉号をギフに持つヘルムと増面が、1984年から1996年まで、香港上海銀行の役員を、1996年から2005年まで、会長代理を、1990年から2007年まで、親会社の HSBC ホールディングスの役員を務めている。包みは、東昌兵に交流されていた。以下は、 税引き前5000万ドル以上の利益を上げている各国における展開の概要である。HSBC ホールディングス PLC は英国に本部を置き、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アメリカ大陸、中東、アフリカにまたがる83の国と地域に1万を超える拠点を要し、2007年12月末、現在2兆3540億米ドルの総資産を持つ。 世界有数の金融グループである。1993年まで、HSBC の本部が置かれた香港・上海、銀行本店ビル香港・上海銀行時代、戦前の金解禁に際し、モルガン商会や、空運令部、ロスチャイルドなどと手段を作った。その直後のドル買い事件では、ナショナルシティ銀行や野村証券などと買いに走った。この2社は ICS リータル。 セデルの匿名口座に関与した。2012年7月、麻薬取引による不正利得をケイマン諸島へ送り資金洗浄していたことが報告された。2015年2月、スイスのジュネーブ検察当局は資金洗浄に関与した疑いで HSBC プライベートバンクの家宅捜索を開始した。2015年のスイスリークス事件では、 情報が世界中のメディアへ拡散したが、スイス当局は、社内から情報を持ち出した人物を告訴した。2015年6月、HSBC は4000万スイスフランをジュネーブ当局へ支払うことになった。米国、フランス、ベルギー、アルゼンチンでは脱税捜査が継続している。また、同年2月、HSBC は貴金属取引における価格カルテルの疑いで、 米司法省と商品先物取引委員会に捜査された。HSBC の他で判明した捜査対象はバークレーズ、スコシアバンク、UBS、クレディスイス、ドイツ銀行、ゴールドマンサックス、JP モルガンチェイス、ソシエテジェネラル、スタンダード銀行となっている。さらに同年、HSBC は他のメガバンクと共に為替相場の不正捜査をめぐる、 民事訴訟を提起された。関係性が疑われたメガバンクの内訳は JP モルガンチェイスをはじめとする世界勢力であり FRB から揃ってベールアウトを受けるほどの規模であった。日本とも取引が多い企業群で一部は日本国債の流動化にも関わったがバークレーズ、パリバ、ゴールドマンサックスとともに6月和解に合意した。同様の事件で すでに、シティグループや、JP モルガンチェイス、ロイヤルバンクオブスコットランド、バークレーズ、UBS、バンカメの6社が、反トラスト法違反で罰金を科されている。この件に関して、ブラジル当局は30人の個人名を調査対象として発表した。ありがとうございます。